別相談ですか。あれ、何とか相談ってやつ。特別相談。特別相談。ただ裁判所からしか来ないですか。はい。皆さん、こんにちは。定刻になりましたので、4月の第一塾、開かせていただきます。コロナの中、多くの人にご出席をいただきまして、まずもって心から感謝お礼を申し上げます。ありがとうございます。昨日、通常国会が終わりました。私は解散があると思って期待しておったんですけども、残念ながらですね、選挙はなくなってしまいました。これ皆さん振り返ってみてください。3月期前に、ちびっこギャングよろしく、立憲民主党の安住なる者、国対委員長なる者がですね、内閣不信任案出すってえらい意気込んでましたね。しばらくしてから、枝野立憲民主党代表は、不信任案を出すと、選挙になる可能性あるから、これは出すわけにはいかないと言って、全く逆のですね、展開になってまいりました。そして国会が終盤になってきましたらですね、だんだんとこれ、選挙がないななんていう感じになってから、また勢いづいてですね、この不信任案を出すなんていう流れになってですね、そして、結局は、不信任案を出したけれども、全く迫力のないですね、これは野党にとっては一つのカードなんですから、そのためには前段で何か国民にアピールする議論をどんどん展開してですね、ある程度の環境整備というか、条件作ってですね、打っていれば効果あるんですけどね、何の手も打たないでね、不信任案を出したって意味ないんですよ。圧倒的に数の差があるんですから。この点全くですね、もう ただ形だけのですね、ファイティングポーズですね。いや、先生、やっぱりこれは、信任案の提出と一緒になっちゃうんですよ、これだと。与党の方が、じゃあ、信任してくださいって出すのも同じことですから。だから、不信任案というのは、やっぱり解散に追い込むっていう、その企画がないといけないのは、解散ないから不信任案だなっていう、そんななんか、嫌気な感じだったら、ダメですよ。それでね、皆さん予告しておきますけど、今度またオリンピックのトーン変えてきますよ。それで頑張れ日本みたいになってきますよ。これ最後まで共産党がどう突っ込むのか、なんか東京民報かなんかでスポーツ特集号を出すっていうんで、今週はオリンピック反対でやるのはどうやって頑張るかね。だから共産党としてもこれあそこまでやっちゃうと貸し切るのは大変だろうな。それで、もう立憲とか国民は日本頑張れになるの目に見えてますからね。そういう感じですね。今まさに佐藤さんが指摘しているんですけど、これは本当に信任、圧倒的な多数ですからね。自民、公明、日本維新の会で。だから逆に政権与党にしてみたらですね、堂々と信任されたというですね、まさにありがたいことの結果になってますね。まあ、で参議院も良識の府でも不良識の府ですね、これ。大体国会夜中の2時半です、終わったの。議員運営委員会の委員長の解任決議案なんて出さなくてもいい話なんですから。議員の委員長はそれは公平にやってるんです、水落ちさんという人は。本会議開いたのがけしからんというので、解任決議案。バカな話ですね。だから私は夜中一晩二晩やってもいいと思ってます。だからもう30年前にもう例の消費税国会で2泊3日ってなんですから、牛歩国会なんして土井孝子委員長です。でも牛歩やるからもないんでしょ。いやもうそれだけのもう体力ないでしょうね。だから牛歩やってこれまた2日ぐらいやるとか、あるいは議場選挙するとかね。そうなんですね。それでなんかそれはそれでなんかすごい乱暴な感じで見せられないプロレスみたいなものなんですけどね。ふやけてるんですよ。もう佐藤さんおっしゃる通り、本当にふやけたですね、なんていうかですね、パフォーマンス的な頭作りで、本当に我々は日本に担うだとかですね、責任を持って流れを変えるんだみたいなんですね、もう気迫がないですね。そこで皆さんですね、一つ私のことなんですけども、私は3月18日予算委員会で質問したんです。これ皆さん方もブログなんかで
チェックしてくれてる人いると思いますけどね、森友香という立憲民主党の議員がですね、武田総務大臣を嘘つきだと言ってですね、青木和彦という自民党の一人とやり合って、これは今でも参議院のホームページに毎日出てます。これは1年間出ます。参議院のホームページっていうのは言葉にちゃんと明確に嘘つき大臣、そして嘘つき嘘つきって弁護してるんです。3月10日12日のこの予算委員会、小西なるやっぱり立憲民主党の議員は、田島という立憲民主党の議員が質問に立っているとき、これ質問通告してない質問をしているわけですよ。だから役所の方でもそれは答えられませんね、質問通告ないんだから。それ後ろでこの小西博之なる者は、嘘でもいいから口頭口で質問通告したと言えってそそのかしてるんですよ。これもちゃんと音声に残って今 YouTube でガンガン流れてますし、参議院のホームページでも出てるんですよ。昨日予算委員会の理事会で我が党の浅田理事がなぜ議事録できないかと言ってまた責めたらですね、森友香が証拠を出せと言ったそうですよ。証拠は堂々とですね、そのインターネットで出てますから、 YouTube も参議院のインターネットでも。バカな話ですね。そしてこういう私の質問あったんです。小西博之議員なる者がですね、夜昼構わずこれ電話しばらく来るんですね、役所に出場要求ですよ。そして質問通告っていうのは24時間前なんです。これも働き方改革の一環として1日前に出してですね、役人を夜遅くまで残したりすることやめましょうって話なんです。ところが総務省の幹部含め総務省の中から私のところに連絡があって、小西さんという人はとんでもない人なんです。もうつまらない資料要求がある。それがもう時間再現になってるんです。もうへきへきへきして、職員の中には倒れたものもいます。課長で休まざるを得なくなった人もいますという話が来たんですよ。そこで私は質問したわけなんです。また森友香はその証拠を出せなくて言ってるけどもね、私は証拠をやろうと思ってるんです。それはちゃんと資料も来てますから、カクカクしかじかだということで、まあ相手の出方を見ますけどね。そこで皆さん、衆議院の議事録ができて、いや参議院の議事録ができてないんです。3月18日の私のこのやる質問に対して、理事会でさまざまな委員会の上するんですけども、その理事の一人が反対するとですね、これまとまらないのがまた一つの慣例になってるんです、国会の。バカな話ですね、これ。先生、でもここ非常に重要なんで、国会で何か質問するときに証拠を出すなんて先例を作ったら、野党にとってすごい不利になりますよ。いや、そうなんですよ。要するに圧倒的に政府与党の方が情報を持ってる状況で、何か説明するときを法廷審議に託して、その証拠を挙証責任ですね。そうですね。それをその国会議員に負わせると。特に野党議員にそれを負わせるってことになったら、質問権っていうものが大幅に制約されちゃうんで、野党を首絞めることになりますよ。だから、ある意味では国会っていうのは言いっぱなしがどうして言われられてるのかっていうのは、民主主義を保障するために、圧倒的に情報を持ってる政府と、持っていない民の代表である国会、中んづく野党の人たちを保障するために、そんな証拠とか求めないで、選挙によって当選した人たちなんだから、もし変なことを言う、証拠もないことを言うんだったら、その人は落とされるわけだから。だから、有権者の審判に委ねるから、法廷審議みたいなことやらないっていうのが国会審議の大原則なんだ。その森なんとかさんという人が民主主義の組み立てが分かってない感じがする。非常に危ないですね。野党に帰ってきたら、じゃあ結構ですよ、証拠を出しますと、鈴木先生が出すと。そしたら今後野党に関しても何かあると証拠を出してくださいと。証拠を出した中で受け
つけることできませんという形になったら、これ質問権ものすごい制限されますよ。そもそもね、小西なんとかっていう人の最大の問題は何かっていうと、国会議員の質問権っていうのは国民の代表だから、それを制圧するようなことはいかなくもやったらいけないんですよ。それをですね、私は役所にいたらあんたこと知ってますよとかいうようなことして質問いかないでしろみたいなね、こういうようなことをやったらいけないんで、どうもこの立憲民主党というところは立憲主義を掲げてるんだけどね、立憲主義の原則とか民主主義の原則、そこのところが理解できてないからこういうようなことをやるんで、これすごいことなんです。今あの人たちがやってるのはこれ以外逆に独裁者みたいなんですよ。そうですね。そういうような形のところで質問権の制限とかね、証拠出さないで質問したらいけないとか、そういうような形のことであるんだから大変なことになるわけで、これ今の佐藤さんのお話はこれ極めて大事なところで、皆さんね、これは国会運営なんかは議員の数が少なくても野党に配慮するだとか、そういうやっぱり民主主義は少数の意見を尊重するということを踏まえてですね、折り合いをつける形で、まあ、慣例化された枠の中でですね、今やってるわけなんですよ。あとね、過去の例だったらね、例えばね、宮沢賢治君は人を殺したからとかってね、これ宮本賢治なんだけどね、これで大問題になったんだけど、今でも議事録そうやって残ってますよ。うん、その代わりに議事録これ消さないかって言われたら、当時の浜田浩一予算委員長は、いや、議事録は消したくないと、その頃私辞めますと、それと引き換えなんだけど、議事録が残ってるわけです。そうすると、宮本賢治さんのことを宮沢賢治って間違えてる、そこまで含めて、そのまま残ってるわけですから、議事録っていうのはそういうもんなんですよ。でも、これ言ったことをね、そのまま残しておくって重要なんですよ。国会のこの質問権というのはもう最大限担保されているんですね。そこで我々言ってはいけないことは、身体に関すること、そのスマートだとか太いだとかですね、あるいはその美人だとかね、このちょっと悪いだとか、そういう身体に関することとプライバシーに関すること以外はですね、何言ってもいいことなんです。いや、だからこのハゲみたいなのダメなんですよ。ダメなんですよだから、でもそれも国会の規則に反するから、国会の自立権において国会で何らかの処分をすると、最悪の場合には除名、除籍するっていう、それがあるわけで、これもだからといってそういう質問というのはこういう品位に欠けることを言ったらいけないということは決まってるんだけども、これ出しちゃうことを何か強制的に禁止することはできないんですよ。それぐらいね、国会議員の質問権って重いんですよ。だからまあ、それを自分からね、そうですね、野党が首絞めてるっていうのはちょっと考えられないですね。与党が言ってくるんだら分かるんですよ。これはもうブームなんで自分に返ってくるわけですから。まあここら辺がね、私は本当にこの小西なにがしだとか森なにがしのですよ、頭作りっていうのはね、ちょっと分からないですね。だからそこで見てて、共産党は絶対にそういうこと言わないでしょ、はい、この質問やめろとかね、それとか議事録に残せ残すなっていう、そういうのも、その宮本賢治の時だけですよ。そうですね。でもあそこの時も浜田さんが辞めるって言ったらそれで降りて、要するに共産党 党のトップ人殺しだっていう、そういう記録残ってもそこで国会止めて記録に残さないって、そういうやり方はしなかったんですね。そうです。あの時共産党と比べてもね、やっぱり立憲派、その今佐藤さんが言ったその浜田浩一先生がですね、宮本賢治人殺しのをやるわけですよ。その時の共産党は正森さんという質問者だったんです。まず普通ならば委員長何ということ言うかって委員長にぶつけていいけども、そこは共産党はしっかりしようと、この正森さんは委員長、私は発言中であります、私は質問中でありますからってそれを遮るわけですよ。そうなんよ、今佐藤さんが言ったようにですね、この立憲と共産党のやっぱり基礎体力の違いっていうのはね、明確なんですね。まあ、私はあの時当選2回で国会対策の副委員長で現場にいたからよく分かってるんですけどね、今佐藤さんおっしゃった通り、あの浜田浩一先生が慌ててね、
宮本賢治の宮沢賢治って俺言ってね、それをまた連発するぐらいで、まあまあ、全く笑い話になりましたけどね、それでも、その共産党の政森さんは冷静でね、院長、私は質問中でありますって言って、もう、非常にこの淡々とですね、やっておったら、今思い出したんですけども、佐藤さんのおっしゃる通り、そのぐらい担保されている、その担保をですね、自分で首絞めるような話はいかんですね。与党が言ってるなら分かるんですよ。野党が言ったらね、全く何をか言わんやの話なんですね。まあ、これちょっとまた話題になるというかですね、私はとことんですね、このいい加減の話とはぶつかりますというかね、勝負しようと思っておりますので、皆さん方にだけではですね、ご理解をお参りいただきたいなと思っています。あと、国会で立憲はオリンピックに対してはどういう立場でしたっけ、特に。もう反対です。反対でした、明確に。明確に反対しました、この、みんなの都市討論でもいい反対ですよ、共産党についていった形です。なるほど、なるほど。そうすると、これ、反対してて実現されたら負けってことになっちゃうんですね。そうですね。だからどんな責任取るかもまだ、これ、見ものなんですけどね。いや、実際に、2、3日前の赤旗読んでて面白いなと思って、赤旗が怒ってるんですよ。全国紙全部抗議してるの。うん、朝日は毎日含めて、オリンピックに対する対応は曖昧だって。やるのかやらないのかはっきりと言えっていろいろ問題があるというだけで言わないじゃんって、すごいやっぱり共産党怒ってるわけでも、それを裏返してみると日本のマスメディアの知恵かもしれないよね。そうだよね。だからそれはどういうことかっていうと、オリンピック反対論賛成論の結論から言うと賛成か反対かどっちかでしょ。でもこういう人もいるわけよ。やめた方がいいと思うんだけども、清掃の国になってると、清掃の国になって今ここのところで菅政権が倒れれば弱体化すると経済もおかしくなるし、それからあと感染症対策も混乱しちゃうと。その混乱を避けるためには、もはや政争の具になったオリンピックっていうのはこれはやるしかチョイスがないなと思ってる人もいるわけで、やんな方がいいなと思ってたの今のこの状況だと。いろんなところが最後は黒か白かっていう形になるんだけど、そこでの理屈の組み立て方がいろいろあるわけなんだよね。こんな私のオリンピックに関しては、これ与党も問題あると思うんだけども、スタートの時点でまさに国会の良識の府だから、この感染症とオリンピックの関係でこういう基準を専門家を入れて客観的に作って政治的な判断しましょうって枠を作って、政争の府にしないっていうことを野党が言い出せばね、それはそういう話になったと思うんですよ。そしたら結果違ったかもしれない。でもスタートのところで、やめるべきだと思うけどという形できちゃったら、それは政権側としてはやるという方向しかないんですよ。だからなんかね、政治ゲームのやり方がなんか分かってない感じしますよね。おそらく佐藤さん頭いいからはっきり言いませんけどもね、おいおい国会にレベル低いぞというですね私は逆にですね、これは知ったで綺麗の私はそう受け止めないのも、まあ逆に佐藤さんの頭の中には、これは私の忖度ですけども、野党の連中レベル低いぞと、もう少ししっかりした方がいいんじゃないかというですね、この枠もあると思ってますね。もし鈴木さんと私が例えば立憲と連携するとするんだったら、こういうふうにやればいいって攻めどころってたくさんあるわけですよ。だって数年前まで向こうの側にいたわけですからね。だから知ってる人もたくさんいるわけで、それなんでこんなそのエラーをするのかと。だからとりわけでも、これは、まあ、森友子さんの小沢先生と知らせたけど、小西さんとかあんまり、いや、小西まで10年も議員生活、ちょうど今が11年目ですか、うん、だから、私の受験年からこれまだもう20年ですからね。なんかもう少し普天間基地の移転のところで辺野古以外あるのかとか、あるいは財政再建をどうするのかとか、なんか当時の民主党ってもう少しそういう議論多かったような感じしません？やっぱり当時政権交代した時ですね、平成21年やっぱり日本はやっぱり健全な保守だという土俵の中で緊張感を持ってこの政権交代した方がいいという、小沢さんだとか鳩山さんだとか岡田さんだとかの野田さんなんかの考えは正しかったと私は思ってるし、だからこそそうだと思ってですね、協力するところは協力したんですよ。
今は全くその何でも反対の共産党とくっついてて、せっかく選挙区1万票欲したりですよ、なんかですね、日米安保条約天皇制から日の丸金利用からですね、認めないとこと何時かしらも踏んでやるかとか、めちゃくちゃな私はちょっと感じがするんですね。やっぱり政党というのは同じ志、理念、考えでですね、まとまってるわけですから、まずは政策なり、詰めるも良きものを詰めていかんですよね。選挙目当てのやり方は私はですね、全く野望だと私は思ってるんですね。ここら辺もしっかり、私はそういう意味では、早く選挙やって切りつけた方がいいかなという感じを持っておったんですけどね。まあ、間違いなく9月のには解散では10月の選挙というのは絶対あるわけでありますからですね。まあ、それに備えて今からしっかりやっていきたいなと、こんなふうに思っております。また皆さん方からもご意見賜りたいと思うしですね、いろいろ私の胸を日記に対しても皆さん方のコメントもいただいておりますのでですね、感謝申し上げながらしっかり対応していきたいと思っております。さて今日はですね、佐藤さんからまさに変貌する日本共産党についての話とですね、米ロ首脳会談もありました。さらには G7 のサミットもありました。そういった点につきましてですね、佐藤さん流の分析を今日はお聞かせいただきたいなとこう思っておりますので、どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。どうもいろいろ口挟んで失礼いたしました。共産党なんか一言だけなかった。今月の前衛が面白いというか、今月の前衛で柿田光雄という人がね、創価会批判の論文を出してるんだけども、共産党が公明党を批判することはたくさんある。ところが、創価学科を捨てるときに関して、協議内容を揶揄してる。牧口常三郎、初代会長の。これが私が見る限りは初めてだね。それ今日ちょっと反応を見てみようと思って、静岡新聞のコラムに大きいの書いてたからね、創価学会攻撃を強める日本共産党っていう。どうして静岡新聞にしたかというと、静岡県の下田で中口常三郎さんは逮捕されてるんです。静岡ってやっぱり特別な意味合いがあるところなんですよ。それちょっとそれでその共産党の忘れっていうか、公共対決っていうことなんだけども、その本体である創価学会支持問題のそこへの直接攻撃に入ってきたということで、これは共産党かなり追い詰められてきたって感じがするね。それはこの前正論で20ページほど横尾陽一公安調査庁の次長と共産党の問題について対談したんだけども、共産党を無視するかと思ったらすぐに C 和夫委員長が対応してきてるわけで、これっていうのはやっぱり党内の内部の同意を押されないのか抑えるからだと思うので、結構だからこの辺の批判っていうのは共産党思ったより気にしてるよね。だからこれが非常に面白い動きですね。それで今日静岡新聞に書いていたんだけどね、共産党の新考慮を調べてみたら、信教の自由を保障するとともに政教分離を徹底するって書いてあるのね。この政教分離の内容が公領下で分かんないの解説と、すなわち政教分離っていうのは2通りあるわけ。日本やアメリカの政教分離、国家が特定の宗教を優遇したり忌避することが禁止されているっていう。しかし宗教団体が政治活動を行うっていうことはそれは構わないと。だからそれは立正厚生会だって信者になって、あるいは幸福の科学だって創価会だと政治活動やってるの、これは憲法上問題ないっていう、こういう政教分離と、あともう一つはソビエト、北朝鮮、中国型の政教分離、要するに国家は宗教、特定宗教を優遇、忌避しないし、それ一切教育に宗教を関与させない、教育は国家を行うと、それと同時に宗教団体はあらゆる政治活動はできない、こういう政教分離、その土地なのか分からない。それから
表現の自由を保障するっていうところに信教の自由が入ってないのね、共産党法律。これは非常に面白い。だからこの信教の自由っていうことをなんで表現の自由と同じような形でいられないのか、それから政教分離原則の厳格な適用っていうのはどういうことなのかってことを考えてみた場合に、共産党が入るからしての野党連合政権ができた場合においては宗教政策に変化がある可能性があるね、政府は。これは非常に怖いことです。ですからその意味も含めてやっぱり共産党っていうのは大したもんで、戦略的に一歩一歩、今まで宗教団体である創価会を直接攻撃することは避けてたんだけども一歩先に進めるということで今月の前夜で勝ち切ったと思ってますね。ちなみに今月の前夜では田村智子さんがいろんなその学術系の話をしてるんだけど、これも面白くてね、私は早稲田大学の頃は角丸派が文学部を席巻していて、それで特定の学生を中間派で入れないようにして、こういう人権に立ち上がるために学部の人に立ち上がるためにやったら暴力かみたいなビラを持ったらそれを角丸派に立て通されて本当に怖いのでした。いいよ、早稲田はそうだったかもしれないよ。しかし琉球大学で角丸派の学生を殺したのはどこだったの、ね、民生じゃないの、共産党じゃないの。自分たち殺し合っといてさ、角丸派相手に大きなので、ね、それに口を塗って早稲田のところで角丸にひどい目に遭わされたって話だけしたって説得力ないわな。でも今の全員読んでる世代の人たちっていうのは知らないと思うんだよな、そういう昔琉球大学を殺し合ってたのかね、こういうような話を。これ比嘉君殺しって言って有名な話なんだけど、どうもそういうところなんでね、共産党最近緩みが出てきてる感じがする。おごりっていうか緩みっていうか、昔はそういうこと言うと逆に面倒くさい話になるかもしれないっていうから面倒くさいこと言わなかったんだよね。だから特になんか前衛が緩い感じがするね。だからこっちのような共産党をウォッチしてる人間からするとなるほどと、こういうことを考えてるのかっていうのが分かるんで非常にいいんだけど、共産党は要ウォッチですよ、本当に。それからあと枝野さんの動きを見てると、これは鈴木先生教えてほしいんですけども、やっぱり共産党と一緒にやってると見られるのが非常に嫌がってるわけ、ね、だから市民連合がすごく重要になってくるわけなんですよ。あるいは滋賀県だったら加田知事みたいな、前知事みたいなワンクッション誰か入れてほしいと。だからこれは統一戦線戦術の一つの要なんだよね。必ずしも共産党じゃないんだけども、共産党に理解のある非共産党をワンクッション入れて共闘していくと。それで実質の中を自分たちで取っていくっていう、こういうやり方ですから、まあ、共産党のやり方っていうのはかなり本格化してきてるっていうことで、これ手に出ると大変なことになる。だから心配なのはね、総選挙あるでしょ、多分自民党支持者の人たちというのは、まあいろいろあるけど楽勝だと考えてると思うね。分かんないよ。選挙公示されたから、到底自民党支持者の公明党支持者と容認できないようなスキャンダルが2本くらい出てきたらね、こんなの鉄砲水みたいなことになる。私はそれを非常に心配してるんですよ。その時に通常の政権交代になるのか、体制選択になるのかってリスクが今ある。だから、共産党が入る形で政権交代ということがどういうことになるかということに対して、仮にそういった鉄砲水みたいなこと、そういったようなことが鉄砲水にしないで、この今の体制の中に、自由民主主義体制の中において、厳しく自民党を叱咤激励するっていう、厳しく批判するっていう枠じゃんを作っておかないと、もうここのところでその共産党が入る体制なんか、これ、根っこになっちゃう。だって共産党が入る体制での政権を組んでて、戦後じゃなくて史上一度もないんだから、この国で。そこに対する危機感が率直に言って自民党に弱いと思う。でもそれは政府が持ってるんだよ。だから、
公安調査庁あたりの次長が出てくるっていう異例の対応をしたっていうのは政府は緊張感を持ってる。だからここちょっと政府と党の温度差の先生は一切感じるんですが、ありますね。政府は非常にそこの危機意識、外交努力を持ってますよ、ところで外交の方だけども16日の米ロ首脳会談は非常に良かった。これもね、日経新聞だけ早いんだけどね、なんか他の新聞とっぽいんだよね。朝の8時まで各紙待ってたんだけども、記事が出ないから電子版に、もう日経一本で終わるわけでした。今回一番重要なのはね、戦略的安定についての共同声明を発表したわけです。全文の日本語訳、これ日経新聞ちゃんと出してるんだよね。よくやってます。私たち米国大統領ジョー・バイデンとロシア大統領ウラジーミル・プーチンは、両国は緊張が高まった状況でも共通の目標に向かって成果を得られるということを確認した。その共通の目標とは、戦略的な領域での不測の事態を起きにくいようにし、軍事衝突、核戦争の脅威を減らすということだ。新戦略兵器削減条約新スタートを延長できたのが、私たちが核兵器の管理に尽力していく姿勢を示した一例だ。今日私たちは核戦争には死傷者はなく、絶対に始めてはいけないという原則を再確認した。この目標に基づき、両者は近く戦略的安定への対応を始める予定だ。よく考えられた強化の未来になるだろう。この対話を通じ、将来の核兵器管理、リスク削減策についての基盤を作っていきたい。で、戦略的な領域での不測の事態が起きにくいようにし、軍事衝突、核戦争の脅威を減らすという目標に、両首脳が合意したことの大きな意味があります。この共同声明は、ロシアにこうより強く反映している形でまとまっていますが、どうしたかというと、プーチン大統領が以前から強調している、私たちは核戦争の勝者をなく絶対に始めてはいけないという原則という、この文言が入っている。それで、米ロ現在、相互に対しては不在という外交上不正常の状態にあるんですけれども、これについても正常化する見通しです。ロシアのアントノフ大使は6月中にワシントンに戻ります。それもちろん、両者の信頼関係は、共同記者会見を開催できるレベルにまでは回復していない。だから首脳会談後、バイデン大統領とプーチン大統領は別々に会見を行いましたよね。バイデンさんはロシアによる選挙会社をサイバー攻撃モードに非難しました。バイデンさんの関係からね。米国の民主主義の主権を侵害したり、民主的な選挙に揺さぶりをかけたりする試みは容認せず、それには応酬すると明言した。重要インフラはサイバー攻撃の対象とすることを禁じるべきだと指摘した。ロシア側にエネルギーから水道網までの米国が定義する16の重要インフラのリストを提示した。専門家による具体的な協議を始めることで合意した。選挙監視はサイバー攻撃に対して、プーチン氏は私が行動すること、結果を伴うことを知っている。世界でのプーチン氏の信頼性や国の地位が低下する。こういうふうに言ってますよね。ここで重要なのは専門家による具体的協議に両首脳が合意したことなんです。これを始めることによって、これまでの政治レベルでの激しい非難応酬が、専門家によって、じゃあプロトコールは何と、どこのサーバー使ってるのと、こういうような技術的な話になるわけでしょ。そうするとクールダウンするわけですよね。で、専門家による協議はプーチンが以前から主張してきたことなんですよ。サイバー攻撃問題についてプーチン氏は記者会見で、この点について協議を始めることを合意した。あらゆる抽象は脇の上で、専門家のレベルでの協議の席につき、米ロの利益のために作業を始める。ロシアは原則的にその準備ができている。世界で起きているサイバー攻撃で最も多いのは米国からだ。ロシアはトップではないと、と述べた。だからこの点でもアメリカはロシアに歩み寄ってるよね。ロシアにおける人権問題について両国の対立は解消してません。バイデンさんは基本的人権の問題を引き続き取り上げると明言、しました。収監中の反体制派活動家ナワリヌイ氏や不当に投獄されている2人の米国民の問題を提起した。報道や言論の自由の重要性にも言及した。ナワリヌイ氏が死亡する事態になれば、
ロシアにもたらす結果は非営利になると明確に伝えたということです。人権のバイデン政権にとって権力基盤というのは基本的価値観なので譲歩の余地はないんでしょうね。この点に関してはプーチン氏も一切譲歩する姿勢を示しませんでした。収監中の反対性活動家のナワリヌイ氏についてバイデン氏は言及したが、ナワリヌイ氏は意識的に法律を犯し自ら逮捕されることを望んでいた。米議会は2017年にロシアを敵と位置づけた。したがってロシアを妨害する組織を支援することになる。でこういうことを言ってるわけですよね。ロシアでは9月に国会の下院の選挙が行われるので、ロシアはアメリカ政府が NPO、NGO などを通じて選挙干渉を行ってくるとの非難を今後一層強めてくるでしょう。だから人権においては平行線ですよね。興味深いのはロシアにとって革新的利益であるウクライナ東部紛争についてです。これはね、プーチンさんの理解ではアメリカを含まないロシア、ドイツ、フランス、ウクライナ、ウクライナ東部地域を実効支配している勢力によって問題を解決するというミンスク合意の枠組みをにバイデンさんが同意したということです。プーチンさんは記者会見でロシアの義務はミンスク合意の実現を促すことだ。私が理解する限りバイデン大統領はミンスク合意が紛争解決の基礎であるべきだと同意したと。ということはアメリカはもう手を入れませんと。こういうことだよね。これ以上総合的に判断すると今回の米ロ首脳会談はロシアがアメリカに相当程度自らの主張を飲み込ませることに成功しています。バイデンさんは記者会見でロシアと長い国境を接する中国が台頭する今、プーチン氏が最も望まないのは米国との冷戦だろうって述べてるんですけども、それでこれは信頼ではなく自己利益の問題だと、こういうふうに言ってたんだけども、この認識はプーチンの考えと一緒だよね。バイデンはロシアの国益じゃないかよく分かって、それで複雑化する中東情勢に巻き込まれちゃって中国との対立も簡単に緩和する見通しが立たない状況で、アメリカはロシアとの緊張を緩和させることに利益を見出してるんですよ。でプーチンもだからこういうバイデンとうまくやっていくっていうこういうことになるので、日露関係においてアメリカが邪魔してるんじゃないかっていうこういう心配がかなり遠のいたね。だから9月のウラジオストクに菅総理でぜひ行ってですね、もう一回1956年日ソ共同宣言を基礎に平和条約交渉を締結するっていう対外的な発表ではそういうことになってる。シンガポール公演、内実の深いのもあるんだけどね、そこに立ち返るってことができる、こういう状況に来てると思いますね。ですから良かったです、今回の米ロ首脳会談は国際政治の安定のためにも日本の北方領土の政策のためにも私はそのように見てます。以上です。はい、佐藤さんありがとうございました。それでは質問を受け付けますのでどうぞ挙手をお願いします。どうぞ。ありがとうございます。佐藤先生の、ご知り合いの方とちょっと昔ちょっとお話最近させていただいたときにですね、三浦先生のその、かけられた、犯罪によって、情報機関が壊滅的な状況になったというお話を聞いて、そして外務省の方のですね、その情報分析記録とか情報収集能力が、格段に落ちたというお話を聞かせていただいたんですけど、その時の状況と現在の現状、その、情報関係のですね、その、情報機関的なですね、日本の、力というものを教えていただければと思います。
外務省に弱くなったんだけど、その分防衛省と内閣、特に内調の力が強くなってるのと、あと国際テロでは公安調査庁が強くなってるんで、トータルとして見れば、まあまあ悪くないところであると思うんですけども、情報関係の上で外務省の地盤低下っていうのは確かに著しいですよね。でもそれで一本抜けるんだろうな、何の外務省が。だから外務省を取ってきたこれっていう情報を最近聞いたことありますよね。非常にだからそこ弱くなってるよね。でそれでいいと思ってるってことは問題ですね。住み分けで情報をやらないでいいぐらい思ってないのかな、今。大体局をね、格下のなんとか組織なんて一緒にはならないんですよ。やっぱり局は局のものを一緒にないと。確かに領事は大切なので、領事局に関わりする必然性なかったと思うんで、あれは領事準備だったと思うんですよね。はい。じゃあ、すいません。どうぞ。こうよく公安調査庁と警察公安のちょっと結構足引っ張り合いみたいな話っていうのは結構聞きますけど、その住み分けとかっていうのは別に特に問題はない状態なんですか。足の引っ張り合いっていうのは起きる構造じゃないよね。要するに公安調査庁は情報だけを扱う機関だから逮捕権ないから、だからその意味では話聞いてきて書類作ってこういう情報ありますっていうことをやるだけが仕事だから、それ警察は実際にそれ摘発した何本の話だから、だからその辺じゃ見つかんないよね。ネタ取り合ってるような話みたいなのよ。ネタその取り合いっていうのはそれは防衛省含めていろいろあるでしょ。でもそれゆえにそんな感じがするってことはないと。それからサイズが違いすぎる。そんな片方40万近くいて、片方1600人、1700人しかいないんだから、それで全然喧嘩にならない。だから公安調査庁は雰囲気としては各地方の局の現場はジャーナリストみたいな感じな、いろんなところに入って取材をして、それで東京の本庁は学者さんみたいな感じな。だからちょっと警察みたいな捜査して摘発するっていう、それで一貫して動いてるって組織とはこれ全然体質違うわ。法務公安の方のトップは検察ですよ。法務公安の方のトップは検察ですよ。検察、指定職が4つあって、だから今 の長官は検察で、総務部長も検察だ。で、次長がプロパーだよね。それで第一部長が警察、第二部長がプロパー、そういう構成なんだ。で、警察も絡んではいるんですか。警察も絡んではいる。だから第一部長は警察の指定席だ。はい、どうぞ。ありがとうございます。先ほど佐藤先生の話の中で、その共産党の動きに対して政府が緊張感を持っているという話でしたけれども、これから想定される衆議院選挙の前に、例えばその先ほど国会議員が劣化しているという話もありましたけれども、地方のそれぞれの国会議員がこの選挙に対してどの程度そのこの共産党を含んだ野党の今後何か起こるかわからないという状況の中で、戦略的にそのこの衆議院選挙を勝つための戦略とか戦術というものを今の段階で考えているかどうかということについてお聞かせいただければと思います。自民党を知らない自由進歩を読む、自由進歩を読んだ特に感じないし、自民党のホームページも特に共産党意識してる感じじゃないけども、公明党は公明新聞読めば必ず毎日共産党の何か出てるから、それは相当気にしてるでしょうね。だから自公の間で温度差ありますね。さらにその公明党と支持母体の総括会の間でも温度差がある。だから共産党に対するその危機意識っていうのは今言った中のプレイヤーでは総括会が一番強いと思う。
でも公明新聞にもあの鈴木先生の質問主義者も毎回公明新聞には出てますから、ですから自由民主には出てないんですからね。あのそれ考えるとあの公明党の方が緊張してみたいと思いますよ。私も今佐藤さんの見方と一緒ですけどね、私はちょっと踏み込んで、やっぱり自民党の議員さん方が共産党に対する危機感というのがちょっと足りないと私は思っています。立憲さんなんかはね、選挙協力するというのは共産党が変わったって言うんですよ。何をお前変わってんだったら、いやいや、今シンボルカラーに赤は使いませんだとかね。これまた極めてですね、分かりやすい話ではあるけどもね、もう大丈夫かという、類の話ですよ。共産党は変わった政党なんだね。共産党は普通の政党じゃないですか。だからこれもたまたま2区から北海道2区で立憲で今度当選した松木健吾さんって言いますけどね、私はもう共産党のことを厳しく言うもんですから、彼はこう言っています。先生、共産党も変わってきたんですよ。だから我々も普通のと、我々の政党と変わらない普通の政党ですよって言うから、お前そこが抜けてるとこだと私は今言ったんですけどね、分かってませんね。だってじゃあね、共産党の国会議員と飲みに行ったことあるかとか聞いてみたらいいですよ。党が飲酒禁止だから、党の法務職員と国会議員は事前許可制ですよ、飲酒は。これは筆坂秀夫さんが言ってたの。これ今佐藤さんが言ったことは、例えば委員会があって理事会でいろいろ決めますね。理事会で懇親会やれたとき来ませんから。ここは今佐藤さんが言っている明確にですね、仕分けができてますよね。やっぱりそれは佐藤さんが言う通り変わった政党であることは何も変わってないですだからそこら辺ですね、私はちょっと軽く見てると危ないと思いますよ。これ皆さん、佐藤さんがあるところで購入したように、私はシロアリ作戦だと思ってます。まずは体制変える。そのためにはですね、とにかく中に入ってですよ、やっぱり確固たる基盤、地位を固めていって、そのうちにまさに土台がおかしくなっていくと。そうでしょうということは間違いないと思いますね。だから、死体を洗わせてください。パンツでも洗いますときは、もうお尻も洗いますからね。そんな感じで寄ってくるっていう、そういう感じで。あとギュッと握るところに握ってやろうって、こういう感じですよ。いや、本当に、だから、それすごいもんですよ。だってね、3つの選挙のこの前の、立憲の人集められないんだから、人は全部共産党集めて、それで人集まってくるとゴミとかも落ちるでしょ、ビラとか。その掃除も全部やって、しかも共産党を完全に隠されちゃってね、それあんな屈辱的な状況に耐えてやるっていう。相当信念を持ったらできないですって。いや、それは大したもんですよ。やっぱり革命の実現のためのこれがその一歩につながるっていう、その革命的な信念がないとできない話ですよね。まあ、ちょっと他の政党もその辺を見習って、それぐらいを党のために尽くすって感じの人たちがいるとね、いいんですけどね。だって衆参でですね、いやいや、党員ってことで27万人か、27万ぐらいですね、27、8万人でしょ。ということはよ、自衛官と同じくらいいるわけでしょ。それから一般職の国家公務員と同じくらいいるってことですよ。だからすごい組織ですよ。大したもんですよ。しかも政党助成金取られてね、そうですね、自分たちの献金と新聞代だけで運営してるわけですからね。これ共産党さんは個人献金を受け付けてますからね。名簿みたいな面白いですね。公務員が圧倒的に多いですね。10万ぐらいこう寄付してる。この自民党の次の集金労働は共産党ですからね。
今佐藤さんがおっしゃっているようにそれも大変な措置であることは間違いないですね。やっぱり年金生活者だって70代後半になって毎朝新聞配ると大変ですからね。そうですね。で僕は大したもんですよ、それやってるっていうのは。でもそのエネルギーは日本の社会の建設の方に使われるのもっといいんですかね。あれ、共産党の国会議員っていうのは引退した後どうなんですか、大体。引退した後、全くこの表に出てきたり、なんか発信したっていうのは聞いたことないですよね。まあ、その不破さんだけですよね、今でも。不破さん元気ですからね、常任幹部会員ですから。だから、立場だいただいてるってのは、不破さん以外ちょっと頭に浮かびませんよね。本当にみんなも、一丁上がりみたいな感じじゃないですかね。やっぱりそうですよね。あれ、佐藤さん、今でも共産党なんかですよ。議員よりも例えば昔は秘書の方がいなかった共産党の組織の中では先生って絶対やる秘書の人たちおらないじゃないですか、なんとかさんなんとかさんって呼んでるじゃないですか。昔はなんとか同志って言ってたんですけど、最近はどうしって聞こえの悪いからさんって言ってそれでその前は細胞って言ってたんですよね。細胞って細胞分裂みたいな人に言われてでも細胞って言ってもイメージ悪いから最近は支部って言ってますけどね。まあ、なんか不思議な感じで、あとはもう赤赤旗って全部デスマス調でしょ。そうですね。でもなんか陰気ぶれて嫌な感じですね。不思議ですよ。いや、電子版で撮れるからね、非常に重宝してます。過去1年分は検索もできるしね。配達に来られるとめんどくさいから電子版でちょうどいいんですよ。ああ、今日みんなに配れば言ったな。先週佐藤さんが産経新聞にですね、共産党のことについて書いてあったんです。読まれたら出ますかね。はいはい、分かりやすくですね、まさに変貌する共産党のことをですね書いてありますね。私はこの佐藤さんが今言われている正論での公安調査庁との横尾次長さんとの対談を受けて質問集書を出しました。これ皆さん参議院のホームページアクセスしてくれたら出てきます、質問集書で。だからちゃんと政府答弁書は今も過保護の調査適用団体であるということ明確に書いてあります。合わせて敵の出方論でですね、暴力革命志向であるということ。だから、これは予断を許さない、許してはいけないということをですね、明確に返ってきています。だから、共産党が言ってるのは、過保護だったって、共産党が適用されたことないじゃないですか。そういう、それだから全く意味がないから、公安調査庁解散しろとか、過保護を廃止しろって言ったのは、それはね、共産党さんの味方なの。逆の見方もあって、破防法があって、公安調査庁が注意深く見ているから暴走を防いでいる見方も可能なので、それはね、両方なんですよ。でもいずれにせよ、共産党は、オウム真理教と共産党というのを同じ役所が調査しているというのは、これは非常に興味深いことで、国から見ると同じような危険性があると、こういう認識だということですよね。それ共産党がね、公安調査庁解散の理由では、オウム真理教の危険を防止できなかったじゃないかと、あんな危険な団体を防止できなかったようなところは、機能してないと言って、そういうふうに言ってるんですからね。いやだから確かにオウムの時は十分機能しなくて、事故的な話になって、別のところに機能してるかもしれないし、ね。そういうふうに受け取らないのが面白いんですよ。新日本出版社って共産党系の出版社があるでしょ。そこが2012年に宮本賢治著作誌を出して、それそこのところで鉄の規律で武装せよという宮本さんの文章があって、共産党への私生活がないとか、ね、
こういうふうに書いてるんだから捕まったら何個目標あるのどんどん公務員でも絶対エックスするのこれだよ2012年今から9年前に著作詞に収録するこの感覚ねでその編集員に C さんとかフワさんとかみんな入ってるわけだからカマノさんとかそうするとこの本っていうのに対しては結局こういうことなんじゃないっていう普通はそういうのは隠すんだってそういう意味ではすごい正直な政党だなと思うんだからねだからあんなのさ読ませてるのかねって思う最近入った若い時だったらプリって逃げてちゃうあんなに読んだらこれ厳しいって生活ないと思う本当に不思議ですよあとメモの取り方とかね全部暗号化しようとかそれとかどんなに親しいやつにも党の話をするなとかそれ最後に中がついてる宮本さんのこれは非合法時代の話だけども合法化されても権力はスパイとか送ってくるから役に立つこともあると思うんで明らかにしておくとかいいと思うそれそこから見たら本人も本当に言うものとして面白いですよ宮本賢治ってのはまた文章ないんだなやっぱり読ませる力がある文芸批評家だからあそれは大したもんですよだから私は別にね共産党のね意味嫌ってるわけじゃなくてすごいなすげえなと思ってるからそういう人が権力を取ってそれだけはね日本だからあんまり良くないんじゃないかなと日本の東ドイツとかソ連とかね朝鮮民主人民共和国とかアルバニア人民共和国とかドイツ民主共和国みたいなああいう感じだとあんまり良くないんじゃないかなと思ってたから今ここへ四時前に来るときたまたまエレベーターでですね共産党の小池さんと出来上がりましたね私は会釈します向こうは堂々たるもんで絶対挨拶しませんからね、うん、これも徹底してますね私は、まあ、人来たら誰かなんか頭下げるようにしてるんですけどねここは徹底してますねこれは取り調べがあっても絶対に口を聞かないって言われて一緒ですそうですね韓国に挨拶をしないってことでしょうね私と池上彰さんの本が多分今週出ると思うんだけど講談社現代新書からこれ1940年代後半から50年代の共産党のこと書いてますからだから池上さんも結構踏み込んで宮本さんがどうして戦前復帰したかというとやっぱりあの事件がありますからね共産党臨時事件について詳しく説明してそれでこんなの共通したら大変なことになったでしょうからねまあでも共産党の説明だと特異体質でショック死したしかしその後ああいう非常事態だからアパートでしたら穴掘って埋めたってこういう話だったからやっぱりそれどんな時代だってもやっぱり人の死体が出ちゃってそれで届けないで穴掘って埋めるとなんか犯罪に引っかかりますよねそれからどっちかというとこれ現代でいう公安事件じゃないような感じがしますよね死体遺棄とか言うとどっちかというと刑事事件でしょそれからその場にいた後に共産党のナンバー2になる袴田さとみさんが供述に応じてるのねこれも池上さんとの本で紹介してるけど、うん、そしたら多動をつけたら熱い熱いと言いましたからねそれ夜間に入ってる水を硫酸だと言って腹にかけたら痛いと言って飛び跳ねましたまあ硫酸じゃないんだけど飛び跳ねるもんなんでそういう供述であと必ず頭殴りましたとかそういうこと書いてるんでやっぱりそういう調子を見ると、ね、若い共産党員ぶっちゃうんじゃないですかね皆さんの先輩がこういう調子を書いてるというかなんか厳しいそれは戦前の弾圧も厳しかったんだけども同じぐらい共産党も厳しい感じだったなとそれとあと野坂三蔵っていう人がいたですねこの人愛される共産党ってことで言ってもう共産党の議長ですごい立派な人でそれは反戦運動を一生懸命やったということが書いてあるんですけども最新の党首になるとスパイソ連のスパイ
それで50年代に共産党が分裂した時の武装闘争した主会みたいな感じで、こいつが全部悪いんですって書いてるんで、共産党史でも60年闘史を読むのと80年闘史を読むんで、野坂三蔵って全然別の人物で、60年闘史でもすごい立派な英雄で反戦の闘志で党の指導者の中でも輝ける、80年闘史を読むと裏切り者スパイってこういうことになって全然違うんで、こいつが全部悪いんですっていうふうになってるんで、すごい不思議なんですよ。20年で歴史が大きく変わったのか共産党が変わったのかよくわかんないんだけど、はっきりしてるのは共産党が一貫して正しいとか、これはやっぱりすごい政党なんですよ。あれは佐藤がやっぱり野坂三蔵の方が、これはやっぱり不破さんが主導でやったんですか。あれは不破さんでしょうね。だからやっぱりそういった思想的なことをカチッと作ることができるのは不破さんだけじゃないですかね。徹底してるんですね。そしたら不破さんと話したことあるんですよ。話したこと、挨拶程度ですね。不破さんのところに挨拶するんじゃないですか。不破さんはその人前では、あとあの小栗さんの上田さんとか、上田先生もそうでしたね。最近だってやっぱり硬くなってきた感じですよ、ね。先生とはほら、山添さんのことですか、若手のホープだと思いますけど、共産党の。いや、それ、恐ろしくて近寄りませんね。なんか先生、この文句つけてるよ。質問時間、持ち時間過ぎてるよとか言って、衆議院と参議院の時間の計算の違い、分かってないんですね。そうなんですね。私は気が弱いもんですからね。その前も先生怒られてるから、なんか若いのがなんか先生のこと叱りつけてるみたいな。誰だろうって共産党の議員。後ろから物言ってくるのマジ、名前も知らないんですよ。初めて見るようならね、後ろから言ってくるのは小西さんと違う。そうそうそう、これもう正面からこう言ったってことね。要するにそれ何かって時間過ぎてるぞって言ったって、理事会とかで協議したときに時計止まってるわけですからね。その分は入ってないんですよ。その参議院のね、代表質問の時の予算委員会というのは、鈴木宗男に5分なら5分時間ありますね。衆議院の場合は質問も答弁も5分以内で終わりなんですよ。参議院の場合は自分の発言が5分なんです。だから福島みずほさんというのはなかなかうまいやり方でワンフレーズで質問するんです。だから10分あっても30問ぐらい質問してるわけですよ。これ一つのやり方、ただ中身のあるというか実のある議論には噛み合わないし結果も出てこないけども、ただ自分の要求というか左時にはパッパッパンといく、だから議事録には残るからですね。まあそれで満足してんじゃないかと思うんですけどね。参議院はやっぱりちょっとそこら辺は片道方式なんですね。